ほらよ、お前の好きなミルクティー。うん、ああそうだな。子供の頃は嫌につられてよく来てたよな。観覧車が小さくなった気がする。お前どんだけ成長したんだよ。てかそんなに背伸びてねえじゃないか。そんなことはある。ほら見てみろ、俺より二次新人も小さいじゃないか。まあそうかもな、結構背伸びだよな。てか子供の頃はお前とあんまり変わんなかったから心配だったんだな。わ、なんでって、こうして並んで歩いたとなんとなくかっこつかねえだろ。あ、聞こえなかった。お前にミット薄いだろ、ババアかよ。悪口はよく聞こえるんだな。あー、はいはい、悪かったよ。謝るからそんなにおペタ膨らませんなって。ちょっとした冗談だろ。まあお前呼び出したり理由がなんとなく差しはついたいんだろ。わ、嘘つき、どんだけ鈍感なんだよ。あのな、せっかくいい冬のとこ選んでやってるのに、お会社があるならさっさと渡せって。う、ほらよ、もし最速が合わなかったらペンダントトップに電話してくれ。いいから開けてみるよ。あ、お前は今覚えてねえかもしれないけど、子供の頃は純一のお土産売り場でずっとこの矢部を仰見てたから、お企画の手返しができたら絶対買ってもらうのはって。俺はずっとそんな言葉が頭から離れなかった。どうしても忘れられなかったんだ。何年後になるかわかんないけど、大人になったらお前の彼氏になるやつが、俺以外の誰かだったらどうしようって。俺たちは子供だから必死で一番近くにいたのな。いざとなると照れくさくて恥ずかしくて何も言えなかった。それにもし断られたらこの関係が終わっちまうじゃないかって怖かったんだ。あ、だからお前がずっと俺にくれた立子が本命だったってして本当に嬉しかった。え、覚えてる？ま、そうだったのか。おぎりだった俺に買ってほしいって意味だったのか。あ、お前いつも可愛いことばっかするからそういうつもりでくれてたなんて全然想像もできなかった。バカ、俺の言うのは俺の方だ。ずっと待ってくれてありがとうな。もう一度ちゃんと言わせてくれ。俺はお前が好きだ。俺と付き合ってほしい。よし、それじゃこのまま初デート行こうか。まずはこの会社からだな。